いやー、せつなけいすけだよ。東京クロノス、今回から第4章になります。第4章は、今収録してるのはね、令和が発表されてから数日後になるんですけども、第4章はね、7月のプレイステーション VR 版が発売されたからっていう公開できるので、その頃になってるかと今思いますが、今は4月の序盤です。まあいいや。あ、まあいいだ。これでいいかな。第4章からです。あ、ここやね。ここから。そうよ。第3章のラストでね、突然、鉄くんが消えたんだよな。そんなすごい終わり方をした第3章が終わって、さあ、第4章。もうこれだったらさ、第4章のラストで、また誰かが消えるような気がする。次の日の朝、いくら待っても、スクランブル交差点に、影山がやってくることは、なかった。また一人消えてしまった。影山の部屋へ向かうとドアが少し開いていた。遠くの時と同じ状況に焦りを感じつつ部屋に入るが、彼の姿はなかった。それを報告すると神谷が目を見開いた。あ、ローも普通におるわ。もうなんかお前がおることがスタンダードになりつつあるけど。影山がいない。みんなの表情がこわばる。影山が？どこにもいないんだ。おいおい、マジかよ。消えたってのか、ユリアみたいに。おそらくユリアちゃんと同じような感じで、同一犯って考えることが考えられるな。なんせ真実にたどり近づいたものからどんどん消されていってる感じ。消えたという言葉でみんなに緊張が走った。あ、あのクールなカレンちゃんですらちょっとさ、怖いみたいな顔しているな。ちゃんと探しました？ちゃんと探すも何も一部屋だ。見ればすぐわかるだろ。他にもロビーや他の部屋にいるかもしれません。全部はもちろん見てないけど。もう少し待ってみようか。来るかもしれないし。うん。神谷の提案にみんながうなずくが、僕は疑問があった。ああ、消された順番よな。もう本当にノートを見て内容をここまでこのディスプレイのことにたどり着いたからこそ消されたみたいな。影山が遅刻したことは今まで一度もない。どちらかといえば早く来て準備などをしているような人物だ。直感でわかる。影山はもういない。消えてしまったのだ。道具と同じように。後悔に胸を苛まれる。とりあえず1時間待とうか。待っても来ねえ。もうローがもう分かったような言い方しやがってよ、お前。ローの言葉にみんなが静まり返った。あ、ゆうちゃん、こんな怪しいやつのさ前に立つことないよ。背中見せることないよ。お前いつを襲われてもおかしくないよ。お前もしかしたら後ろからおっぱい揉まるかもしれんぞ。お前やめとけ。お前こっちにおいで、こっちにおいで。ゆうちゃん俺が守ってあげるけん。くしくも僕とローの意見が一致した。もしくはみんなそう思っているが、僕のように言い出せないでいるのだろう。どうしてそんなひどいこと言うの？夜の間に外に出て暗闇で迷ったってこともあるでしょ。影山が一人で夜中に外に出るなんてことはしない。誰よりもビビリなあいつが。わからないでしょ。何かあって外に出たかもしれないし、確実なことなんて何も言えないよ。ゆうちゃんが、珍しくゆうちゃんが強く出ている。信じたくねえだけだろ。影山が神谷の言いつけを破って一人で行動するなんてとても考えられない。お前らだって影山のことよく知ってるだろう。でも影山くんは昨日様子がちょっと違った。ああ、それは別にいいよ。変わろうとしていい方向に変わろうとしとっただけやけん、別にいいよ。それはどうしても信じたいなら信じればいい。じゃあ聞こうぜ。この世界答えてくれんの？
そんなさ、シリみたいな感じで答えてくれるもんなんか、この世界。シリじゃないなよ、シリじゃ。この世界って、昨日、影山がやったみたいにってことか。気軽に聞けるんやな。すごいな。気軽に何でも聞いてくださいっていう、学校の先生みたいな感じやな。あーやっぱ鉄くん線控えてる。ローがディスプレイに呼びかけると昨日のように一覧が表示された。影山、おいマジかよ。影山鉄の名が横線で消されていた。確定やな。町工事が二人を捜索するように提案した。それに反対するのはローだけであり、彼以外のみんなで東北道影山を探すことになった。鉄くんはともかく、ユリアちゃんはもうこれ以上探しても見つからんっていう気になってしまうよな。でも探そう、みんなが気が済むまで探そう。横線が控えてからといって消えたと決まったわけではない。決まったわけではないとそう信じたいが、僕、ユー、町工事グループと神谷、諸住、二階堂グループに分かれた。僕らは南半分を担当することになり、僕は同じ場所を連日歩き回ることになった。この風景ももうご無沙汰って、もうなんかさ、見慣れたらさ、もうすっかりおなじみ、地元の感覚。あとユーちゃんの後ろ姿がかわいい。よかった、ゆうちゃんと同じ行動することができるというのが、町工事さえいなければって感じだよ、私たちは。捜索の途中でゆうがこぼした。誰かに伝えようというより、ふと本音が出てしまったという感じだった。大丈夫ゆうちゃん、二人ともすぐに見つかるさ。って勇気と目標の中ではさ、どこ行ったんだろうって感じ。消されるってなんだ、この世界で言う消されるってなんだ。探し出して聞くしかないな。そのためにも今は全力でそれぞれにできることをやり抜こうぜ。おお、なんか主人公みたいなこと言ってる。そうだね、そうだよね。まあ、ちょっと待って、ゆうちゃんの好感度上げに来てるな。おい町工事、おい町工事、ゆうちゃんの好感度上げに行ってるぞ。それは俺の仕事だぞお前。少しだけゆうが目を伏せた。かと思えばカメラを取り出してやる気満々に構えた。なら私は写真部員として重要そうな写真を撮りまくるよ。どうした、いきなり何かが弾けたか。何かが弾けたなお前。急にポジブになって、かわいいぞゆうちゃん。お、鑑識役は任せたぜ。鑑識役になるんだよこれ。町工事が路地を見逃さないようにキョロキョロとしながら歩く。捜索に熱意を注いでいるユウと町工事とは対照的に、僕の胸は諦めと後悔に満ちていた。ああ、もう二人が消された理由が分かってきとるもんな。みんなには話してないだけで。僕が理想論ばかりを唱えて、遠くの足を引っ張ってさえいなければ、潔く犯人を探してさえいれば、東北と影山は消えずに進んだのではないか。東北も影山も消えてしまったのだ。その現実は覆しようもない。でもこれ結果論やぞ桜井くん。みんな心の中では分かっているはずだ。あえて見て見るふりをしている。そこを考え始めたら冷静ではいられないから。でもそろそろ現実を直視する時が来てるかもしれない。僕らは犯人を探し出すべきではないか。そういう考えになってしまった。となるとノートもそろそろみんなに見せる始める時かもしれんかな。ディスプレイにいろいろ聞いたらいろいろ表示してくれるって言うけど、どこまでやってくれるもんなんだろうかな。これさ、おい
ユウの俺への好感度を出してくれピンみたいな感じで出してくれるんだろうがそんなときめもみたいな話あるか。午後3時ごろ、すでに、スクランブル交差点に戻ると、すでに神谷たちとロウがいた。おかえり、どうだった？いなかった。そっか、こっちも誰もいなかったよ。そりゃそうだろ、消えたんだ。この消えたってどういうことなんだろうな。ロウがおらい真面目にそう言った。町工事がロウに詰め寄る。なんだよ、お前幼馴染なんだろ。ユリアと影山がいなくなってそんな言い方ないだろ。町工事、落ち着いて。落ち着いていられるかよ。僕はそうやって騒ぎ立てたら東国と影山が戻ってくんのか。冷静、ローがすごい冷静。もう全てを知っているかのように。このやめろってなんかちょっとこの体勢がちょっとつぼに入ってしまった神谷はこいつの味方なのかよ。俺はみんなの味方だよ。そう、それがヒーローアンパンマン。町工事と神谷の言い合いが続いた。ロウはそれをニヤニヤしながら見ている。ユウはじっと神谷を観察していて、諸角は町工事を止めるのを手伝っていた。おお、なんか、ああ、この角度、おっぱいの膨らみがちょっとわかりやすいぞ。いいぞ、その体勢、いいぞ。その時、二階堂が一歩前に踏み出し告げた。どうした？そろそろ考えるべきよ。ん？まさか、カレンちゃんもそうそう犯人を探し出すべきって考え始めたか？その一言で神谷と町工事が動きを止めた。消えるってどういうことなのか。あ、そっちかそうやな、殺されたら消える、死体もなく消える。この世界のルールってのがよくわからん。静まり返った。まだ消えたとは限らない。探さないと。もう十分よ。それにそもそも東国さんも影山君も隠れる理由がない。うん、何かあって消えてしまったと考えるべきだわ。確かに何かあったかもしれない。それで隠れているのかも。それならなおさら探すべきだと思う。違う、そうじゃない。探すことはもちろん大事だけど、それ以上に原因を。おう、そうか。でその原因を桜井君は掴んでるんだよな。何かあっての何かを突き止めるべきって言いたいの。冷静だからんちゃん。今することじゃない。まだ隅々まで探したわけじゃないんだ。まずは二人の無事を確かめることの方が先決だよ。どうして今起こっている現実に向き合おうとしないの。そうか、カレンちゃんがやってるのは現実に向き合うことなのか。もう消えてしまったっていう事実を受け止めて、カレンちゃんはそのなぜ消えてしまったのかを考えようとしている。でもみんなは消えてしまうっていう現実にから目をそろけて、まだまだ探せば見つかるさっていう、もうほぼ 0% に近い希望、いやゼロかもしれない、ゼロかもしれない、そんな希望にすがろうとしているのか。そういう構図かな、これは。そしてロウがこれを見て、案の定こういう対立が起こるだろうっていう、そういう発想が頭の中にあるのか。そんな表情をしながらニヤニヤと見ている。俺にはそう見える。そういうわけじゃない。俺はただみんなが仲良くいられたらそれでいいと思ってるんだ。逃げてるだけよ。話が平行線だ。それぞれの考えをぶつけ合っている。いいじゃん、多数決取ろうぜ。神谷が好きな多数決。はい、このまま見つかるまで探すのがいいと思う人。ロウ、ちょっと。神谷が止める間もなく多数決を始めてしまった。町工事が手を挙げ、続いて神谷が手を挙げた。
探す人のパターンのやつ。モロズミ。もうちょっとそれは良くないんじゃない神谷くん。モロズミにもモロズミの考え方があってさ、もう強制するような一言入れるのやめようよ。モロズミもそれにさ、ビクって反応しかった。ビクって反応。なんかちょっとあんま良くないような支配の仕方をしているような気がする。考えすぎかな。おぞおぞ手を挙げた。少し意外だった。モロズミなら真っ先に神谷に賛同しそうなものなのに。ん？あ、そうか、それもそうやな。神谷が手を挙げた瞬間パッと手を挙げるタイプか。でもちょっと今神谷がモロズミ挙げてないところを見て一言入れてから挙げたよな。あ、なんかちょっとモロズミもモロズミで神谷くんに対して何か疑問があるんかな。絶対的な信者だったがモロズミにも。俺らの仲間を消した犯人を見つけ出すのがいいと思う人。犯人。その言葉が心に重くのしかかる。けど二階堂の言う何かとはそういうことなんだ。その二階堂は真っ先に手を挙げ、次に言う。あ、ゆうちゃんもか。ゆうちゃんもちょっとこう、意外とゆうちゃんもそっちに手を挙げるタイプか。僕が、ゆうが僕に目くばせした。京介はどう思ってるの？僕は、これまでの僕は、神谷と同じように、みんなで仲良くするべきだと思っていた。正確手に入った8人の時間を壊したくなかった。けど、もう、仲良くすべきみんなは、2人も欠けてしまった。この8人の時間がどんどん崩れ去っていっている。ちょっとずつ、ちょっとずつ。懐かしいひとときの夢は終わったのだ。そもそも現実を見つめるべきだと思う。犯人を探し、前に進まなくてはならない。ここにいたり、その思いは決意となった。手を挙げる。神谷が目を細めた。ああ。というわけで3対4で犯人を探し出す方で決まり。さあ、この決断でよかったのか。でもね、探し回ってもまた後日一人が消えそうな気がする。そう考えたらこっちで行くしかないのかもしれない。なんかちょっとローみたいな話しかしてなってる俺。仕方ない、受け入れるよ。なんでだよ、まだどこかにいるかもしれん。探すにしてもみんなの協力が必要なんだ。俺たち3人じゃどうしようもない。みんなで力を合わせるしかないんだよ。町工事は悔しそうに奥歯をかみしめていたが、神谷の言葉に小さくなずいた。さて、じゃあ方針転換ということで。はいはい。どうして2人がいなくなったのか考えていこうも何も言う。京介が自分の手持ちの情報を渡したらおのずと分かってくることなんやけど。何か思い当たる節がある人。みんな口を開こうとはしない。何か嫌なことがあったとかは。いや、お前知っとるだろ京介お前。何に自分の情報を後回しにしてみんなから吐かせようとしてるんだお前は。やっぱこの状況でもノートは見せん方がいいと思っとんかな。僕らは小学生の時は確かに仲のいい幼馴染だった。しかし高校生である現在、もう何年も話していない気がする。つまりは今は仲は良くない。何か亀裂があったのかもしれない。道具と影山はそれらを思い出して一緒に行動するのが耐えかねたとか。そうはな。確かに道具も影山もそんな様子ではなかった。みんなが妄想しているとローがこれを見逃しにため息をついた。お前ら
現実に向かい合うんだろ。だったら思ってること言えよ。それはストレートにお前が怪しいとかそういう言い合いをしろって言いたいのか。お前はローが口元を歪ませる。俺がみんなの思ってること言ってやろうか。東国と影山は犯人に殺された。心臓が跳ねた。犯人に殺された。僕だけではない、みんながそう思っているはずだ。自分をごまかすなよ。お前ら分かってんの？私は死んだ。犯人は誰？あのメッセージには意味がある。僕らはそれを意図的に無視して行動していた。この中に犯人がいるんだよ。誰かを殺した犯人が。この中にいるのか？俺らはその犯人を見つけないと脱出できない。犯人はその前に俺らを始末したい。待って、みんなの不安を煽らないでくれよ。そんなのただの予想で何の証拠もないじゃないか。はあ？この世界はクロノス世界。脱出するためには乗り越えるべき課題があるんだって。その話だって証拠なんか。現に二人が消えてる。つまり殺人者がいて消された。それがあの課題が正しいことの何よりもの証拠だと思うけどな。なんかもうそういう感じに捉えても仕方なくなってきている。神谷は口を紡ぐしかなかった。そう、道国と影山は消えたのだ。この囲われた世界から消えてしまった。建前を気にしてるようだが、俺らのやるべきことは変わらねえ。犯人探しだよ。お前が早くこっちに舵を切っていれば影山は消えずに済んだかもしれないのにな。そういうこと言うんじゃない。一瞬神谷がローを睨みつけた。神谷のそんな鋭い表情は今まで見たことがなく、何か見てはいけないようなものを見てしまった気がした。さて、覚悟はいいよな。さあどういう感じで。犯人なんているわけないだろ。いい加減にしろ。誰かを傷つけるような人間はいない。町工事、お前はいいやつなのか。傷つけるやつはいないっていう信じていいやつだと思うけど、しかしそれは合っているかはどうかは分からんぞ。この状態になったらいるから黒の世界に閉じ込められている。何かの間違いだ。おいおい、いい加減現実逃避も飽きたぜ。そうやって逃げててもまた誰かがいなくなるだけだ。俺だったら今ここで犯人を見つけ、みんなでこの世界とおさらばした方がいいだろう。僕らにお互いを疑えって言ってるのか。だからそうだと言っている。この中に犯人が。信じたくない。信じたくないんだ。犯人。僕らの幼馴染の中に人殺しがいる。ユウ、二階堂、神谷、室住、町工事、ロウ。この中に犯人が、殺人犯がいる。認めたくはないが、それは事実で、現実だろう。もう誰も殺させないためにも、犯人を見つける必要がある。お前ちょっとクロノ世界に愛されてるのか。お前クロノ世界にいくら払ったんだお前は。そうだ、最も怪しいローはしかし犯人ではない。クロノ世界がそう言っている。さて、それじゃあ善良無垢なこの俺が探偵役を務めてやるとするか。名探偵ロー、お前こそ令和の名探偵かもしれない。なんて言うと思うかお前は。お前身振りがどうしても探偵役に結びつかないんだよお前は。ローはニヤニヤと笑いながら坊たちの顔を見渡した。だってさ、見たいってコナンにこんなやつが出てきてみ、どうしても犯人っていう固定概念つけちゃうよ。犯人じゃなくても犯人っていう固定概念つけちゃうよ。名探偵コナンにこんないかついやつは出てこんけどな。柄の悪いやつは。とりあえず人が消えた
時のアリバイを確認しようぜ。おう、まとめるのがうまいね。そうやな、アリバイ、そうやな。俺は東国がいなくなった時、諸角と影山と一緒に部屋にいたんだ。そうなんじゃ。そうですね。あの日の夜は俺は自分の部屋にいた。うん、ま、私も。道具が消えた日ってことはの晩か。ってことは俺ユリアちゃんと一緒に。やべ、ちょっと待って、それちょっと俺疑われるやつ。本当のこと言ったらすごい疑われるやつですけど、ろ、どうしてはいいかな。僕裏で疑われちゃうよ。私もそうね。で、桜井は東国が消える前一度会ってはいるんだよな。そうだな。ああ、それについては東国の携帯翌日にみんなへ説明していたことだ。ってことはこれじゃさすがに絞りきれねえか。ま、影山が消えた時の状況次第ってところだな。わあ、何にローをまとめるのがうまいんじゃないのお前。ローは神谷に一滅をくれてから言った。俺は昨日の夜神谷と一緒にいた。ほうなんじゃ。ああ、でも神谷くんあれか、ローは幼馴染の人いて、思い出した人、思い出したおけん一緒におってもおかしくはないか。二階堂桃の諸角は町工事の食ったらねえライブ聞きながらキャンプル交差点で飯食ってたよな。ゆうちゃんはともかく二階堂と諸角が興味あって聞きよったとは思えないな。ええ、ゆうちゃんに関してはどっちかって言ったらインスタグラムにあげようと思ってたろお前。自分の友人の勇姿をインスタグラムに上げようと思ってたろお前。確かにそうだけど、ってくだらねえわ、余計だ。大体それで本当に絞りきれるのかよ。多分ね。影山はどこで何してた。わあ、まだ気をつけたところ来てるやん。やめて、ロウやめて、炙り出すのやめて。やべ、よう考えたら、そう考えたらさ、また京介と一緒におったやん。影山はスクランブル交差点にいた。あ、でもそうか、京介と会ったか、会ってからスクランブル交差点に行って見よったみたいな感じか。ああ、どうなんだろう。でも俺のライブが始まる前に桜井を誘ってくるって言って、一旦ホテルに戻ってそれから見てない。見てない。え、じゃあホテルから出てきてライブの方に行ってないんか。その間にやられたん、消えたん。あら、やばい、これは町工事でもわかる、京介くんが怪しいと。あれ、それってもう答え出てない。どういうことだ。すると優は、優がハッとした表情で僕を見た。うわぁ、よいによって一番最初に気づいたのが君か。え、あららら、あららら、あららら、ら、僕でもそうなってしまう。なんか都合を言うことにさ、消える直前にみんな俺のところ来てんだよって感じなんよ。みんなの視線が僕に向いていることに気がついて背筋が凍った。僕は東国、そして影山が消えたであろう時間帯には部屋にいた。アリバイは何もない。あれ、ってことは東国も影山も消える直前に桜井と接触してたってことになるよな。なってしまう。しかも町工事や桃野なんかと違ってお前だけが両方の件でアリバイがなくて怪しい。いや、待てよ、違う、僕じゃない。けど影山は町工事のライブが始まる前に桜井くんも誘ってくるよって言い残してホテルに行ったんだろ。んで、そのまま帰ってこなかった。なんで桜井を誘いに行ったら帰ってこなくなるんだ。うわ、魔法あるよね。確かに影山は僕の部屋を訪れたけど、その時は少し話をしただけで。あ、どんな話だ。それは言えない。うわー、ここで言えない。
え？もはや言ってもいいんじゃないかなっていうことではあるんやけどな。影、テツ君が変わろうとしている。それは別にみんなに言ってもいいと思うんやけどな。ノートのこともそろそろ話してもいいんじゃないかなって思い始めてきたんやけど、それでも言わない。洞窟のノートのことを話すわけにはいかないし、影山の侵入についても僕は黙っているつもりだった。違う。町工事の証言で証拠は十分揃ってて、供述には不審な点しかない。客観的に見て犯人はお前しか考えられない。やばい。僕ではないことを知っている。しかしそれを証明する術がない。間抜けな犯人だな。アリバイもないくせに犯人探しを提案したのか。自分の首を絞めるのが趣味か。言ってもいいんじゃないかな。そろそろユリアちゃんのノートの件があることを言ってもいいんじゃないかな。いや、だから僕は助けを求めるように神谷に視線を向ける。するとそらされる。その瞬間、一途の望みが絶たれたと痛感した。本人は やばい。もう疑惑の目が全部京介くんに。神谷が沈黙する。どうして神谷は一番みんなとの仲がこじれないように気を使っていたじゃないか。こういった場面は最も嫌うはずだろう。桜井くん、あなた。桜井、お前じゃないよな。わあ、僕じゃ。声が震えてうまく出ない。信頼していた人間からの突然向けられる疑惑の視線。それに僕の心は耐えきれなかった。言葉がうまく紡げず、そのタイミングから僕が罪を認めているかのような間が開いてしまった。待て、様子を見るべきだ。例えばどこかに閉じ込めて監視して。神谷のその言葉で肩から力が抜ける。なんでだよ、僕ら幼馴染じゃないかよ。今までずっと一緒にやってきただろう。こんな簡単に僕は疑われるのか。何かがおかしい。何かが。待ってよ、まだ京介だなんて決まってない。ゆうちゃんは俺のことを信じてくれるのか。ここにいないだろ。でも京介のはずがない。ああ、桃野は一番の幼馴染だし、否定したい気持ちはわかる。でもこいつだ。こいつが誰かを殺した。それが原因でこんな世界に俺たちが閉じ込められてる。とりあえず一回どこか見張れるような場所に置こう。なんだと。よし、じゃあ高速だな。ローが近寄ってくる。うわー、やめろ。お前みたいな柄の悪いやつに近寄られたくないんじゃん。お前は京介。どうした。ユウだった。真剣な眼差しで僕の両目を見つめている。逃げるよ。え、ユウに手を引かれその場を走り去る。大胆君、大胆。